はい多分チャンネルのルのリオです今日はですね、かぜさんの冬の、えー、とグッズ、パーカーがですね販売決定になったニュースを受けまして、ちょっと注意点、皆さんにサイズ感が今まで違うみたいなので、ちょっと注意する点をこの動画でお伝えできればなと思います。ちょっとあのサイズ どうだろうっていう方は最後までぜひご視聴ください。えー、このチャンネルではですね、えー、藤井風さん中心に音楽の情報を扱っているチャンネルとなっています。えー、もし動画気に入ってくださいましたら、高評価や、えー、チャンネル登録のほどよろしくお願いします、えーっと。それではですね、えっと、この藤井風ウィンターコレクション発売決定というですね、お知らせが、えー、藤井風さんのアプリで、 えー、1月28日の6時ですかね。夕方6時に、えー、発表になりました。で、まあ、まあ、書いてる通りではあるんですけども、2種類のパーカーが発売になります。で、一つが、LASA パーカー。だから、Love All, Serve All っていうセカンドアルバムの名前を、えー、付けたパーカーですね。だから、ラサって呼ぶんかな。なんて呼ぶかちょっとまだわかんないんですけど、っていうパーカーと、あと、旅路パーカー。 二つ、二種類発売が決定しました。で、それぞれですね、ちょっと発売日が異なってまして、えっ、ー、と、ラサパーカー、ちょっと読み方わかんないですけど、僕、ラサって呼びますね。この動画では。ラサパーカーは、えー、2月1日の9時から夜9時、火曜日ですね。なんで、もうすぐですよね。週明けたら発売になります。これが、えっ、ー、と、5800円。で、えっ、ー、と、旅路パーカーがですね、その2週後くらいの、 2月12日土曜日の正午12時、えー、7500円で、となってます。で、ちょっと詳しく見ていきましょう。で、まずね、ラサパーカーなんですけど、先発売されるラサパーカーなんです,、ね、んですけど、えー、黒いパーカーになってて、えー、セカンドアルバム、ラブオールサブオール略してラサ。 えー、文字は俺が愛を込めて書かせていただきました。グッズに手書き、グッズに俺の手書きが入るのは初めてですって書いてるんですけど、風さん、結構、わしっていう一人称、一人称を使ってるイメージだったんですけど、最近なんかあの、YouTube の投稿とか、もう、俺って言ってて、なんか、だんだんこう、ファンの風谷さんと距離が近づいてきたのかなと思いながらも、えー、黒いこのパーカーになってます。で、えっ、ー、と、 まあ、ここの胸のところにですね、ロゴがラサっていうのが入ってて、後ろには風さんが自力質の Love All Serve All っていう、あの、セカンドアルバムのですね、えー、っと <laughs>、タイトルがついてます。これが5800円です。かっこいいですよね。なんか、サカナクションのグッズみたいで。まあ、カゼさんが着てる写真とかもあるんですけど、えー、っと、かっこいい、黒い、 パーカー。まあ、僕結構黒好きなんでこれ欲しいなって思ってるんですけど、これが5800円の2月1日発売になってます。で、えっ、ー、と、もう一個がですね、旅路パーカーでして、これがちょっとややこしいんですけど、えっ、ー、と、灰色のパーカーになってます。で、SM と LXL L っていうサイズ展開があって、えっ、ー、と、サイズによって、あのー、 デザインがちょっと違います。で、S と M は、えー、と、後ろに、You are on your way かなあ,あなたは、あなたの帰り道にいますっていう、えぇ、ー、英語、筆記体の英語が書いてますと。で、まあ、まあ、旅路って去年の曲だと思うんですけど、去年の曲がこう、パーカーになるのってなんかこう、本当にこの曲が人気なんだなっていうのを感じてるんですが、 ま、後ろに、その、your a e on your way っていうのが書いてますね。で、ちょっと、この、腕のところに、あの、太陽の死す沈む日の刺繍があるんですけど、この、大きいサイズ版、えー、L と XL がですね、えっ、ー、と、前に、your a e on your way って書いていて、で、後ろに、えっ、ー、と、夕焼けの写真がプリントされてるってい、ちょっと、同じパーカー、旅路パーカーなんですけど、ちょっと、あの、デザインが違います。 で、えー、っと、これが7500円。ちょっと高い。<laughs> ちょっと高いんですけど、ちょっと、こう、ごついんですかね。っていう風にな、えー、再、えー、展開になってます。なんで、2種類ですね。まあ、日付また近づいてきたら、なんかこう、ニュースとか、あの、ツイッターとか、更新されると思うんで、まあ、見逃すことはないと思うんですけど、ぜひ、あの、見逃さないように注意してください。で、ここからすごい大事な話、というか <laughs>、ちょっと、あの、前回までの変更点、 前回までとの変更点を見つけたので、ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、えっと、前回のこの、えー、ツアーの T シャツ、え Heat Tour Long Sleeve T シャツっていうのが、同じように S、M、L、XL っていう4つの展開になってたんですね。で、今回もそれぞれ、あの、旅路パーカーもラサパーカーも、えー、っと4サイズ展開になってるんですけど、 前回の、えー、っと、ツアーロング T シャツとサイズ感が少し変わっていることに僕をあ気づきました。なので皆さん気をつけてください。結構前回の、あのー、サイズがでかかったと思うんですよ。僕も、L かな ?L 買ったんですけど、すごいダボダボで、なんか僕でダボダボだったら結構、その女性の方とか、あの M とかでも結構ダボダボだろうなっていうふうに思ってたんですが、 ま、それをちょっと、その意見を取り入れてくださったのか、ちょっとサイズ感が変わっています。なので、比較の表がこんな感じです。えっと、ま、たい目安を言うと、前回の、えー、っと、前回の S サイズが今回の M サイズくらいになってます。まあ、ざっくりしたあれなので、比較にはならないと思うんですけど、で、前回の、えー、っと、 M ササイイズズが今回の L サイズぐらいになってます XL はどちらも一緒なんですけど、えー、前回の S が今回の M くらいで、えー、前回の M が今回の L くらいになってますので前回の S でもダブダブだっていう人は今回 S 買って買えばいいと思うんですけど、ね、S でちょうどくらいだなとかいう方は1個、あのー、サイズアップして S の方は前回 S 前回の、えー、ツアー T シャツ ロング T シャツが S ぴったりだなって方は M とかにしていただいてで、前回の M がぴったりだなって方は L にしていただくと、今回ちょうどくらいなのかなっていうふうに思ってます。ちょっと丈が変わっているので、まあ、サイズ感、あの、比較できる、あの、比較というか、あの、参考になる、あの、写真が、あの、かさんの、あの、 オンラインストアにもあったので、まあ、詳細はそこを見てほしいんですけど、前回とはちょっと、あの、サイズ感、あの、4つあるんですけど、4つ展開あるんですけど、それぞれちょっとサイズが変わってますよっていうのを、この動画ではお伝えしたかったです。ということで、えっと、僕が言いたかったことはここです。なので、まあ、2月1日と、二、えー、2月12日、あの、2日に分けて、えっ、ー、と、ラサパーカーと旅路パーカー発売されますので、ぜひで、 今回もあれですかね、かずさんの手書きのあのメッセージがついてくるかもしれないのでですね、まあ僕もちょっと変えたら買うと思うんですけど、あのまたあのレビューとかしてみたいなと思いますので、ぜひあのスケジュールに書き込んで忘れないようにしましょう。で、この動画役に立ったなと思った方はぜひですね、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。